ライン州立フィルハーモニー管弦楽団はドイツのラインラントプハルツ州コブレンツに本拠地を置くオーケストラである。コブレンツ市立劇場における劇場オーケストラとしても活動している。1654年にコブレンツに設立された両主司教の宮廷楽団にルーツを置くという。この楽団は1794年にフランス軍の都市への侵攻で解体されたが、 音楽協会などの形で連綿と受け継がれていった。戦後の1945年、コブレンツ放送のオーケストラとして再興され、1973年に終立となった。1985年より、コブレンツ市内のネオゴシック建築、ゲレスハウスを本拠地としている。近年の主席指揮者には、ジェームズ・ロック・ハート、クリスティアン・クルティヒ、両将ヨシミラがおり、 2005年からは、ダニエル・ライスキンが就任している。主に、ラインラントプハルツ州の北部で活動を展開しており、コブレンツのほか、マイエン、アンデルナハ、ジンメルン、ボッパルト、そして、州都、マインツなどで講演を行う。州政府公式サイト。ありがとうございます。